久々にランプスケボーの時間です。とりあえずどっちにするよ、テールロックスにする、それともアクセルストールにする、まあどっちにせよ超久々なんで、ちょっとアップからのんびりやっていきますよ。はい、テールタップはタイミング全く分かんないんだよな。ランプいろんなとこなんか板がもう反り返ってきてて引っかかりそうで怖いとこがいっぱいあるから、これちょっと持ち主さんに言って俺補修。なわけで久々っていうかね、つい最近ではないんだけど、ちょっと前に一応まだランプはしてたんですけど、とにかくメガサボさんテールロックができない、テールロックでね、ちょっとしたハウトゥーを見つけたんですよ。フラットでテールロックの感覚をつかんで、ね、それから R に入ってで最終的にできるようにみたいな、そんな動画を見つけたんで、ちょっとフラットで練習した様子をどうぞ。そんな感じなんですよ、こけてましたけど、ね、なので今日はちょっとこの R を使って練習してみようかなと。本当ランプ前に進みたいんですよ、メガサボさん。テールロックできないと前に進めないんですよ。もうテールロックができなくて悔しくて悔しくてしょうがなくて、もうずっとテールロックだけができなくて、誰やってんだろうとか、ずっと飛んでる、テールロック認知、いや今日金メリのワークショップ、あ認知やった久保俺さんって日本で行くのやん、
YouTube 映りたいです。 YouTube 映ってくださいよ。踏んじゃう。で、踏むのもこっちに踏まないで、なるべくこっち側に、こっち側に力入れて、グッとバン、一瞬です、一瞬。ここまでは来てんすよ。うん。あとテールを踏んでここに乗せる。乗せればこっちが勝手に上がりますから、うん、体も自動的に上に浮いてくるんですよ。こっちを踏んで体勢を上に持ち上げる。多分一回踏んちゃえばもう次からも全然余裕ですよ。一回踏めれば。逆にスピードつけて乗る感じで、2回目のやつはちょっと触ってたんで、尋常だねぐらいみんな簡単に見えますよ、ね、いやそれが、うん、見てて練習の結果ですよ。乗ってきちゃうんじゃねえって思っちゃうんだよマジでありがとうございました。いいえ、またありがとうございました。ちょうど今度あの先生必要な時呼びますわ。あ、お願いします。家近いんだよじゃあまたお疲れ様です。お疲れ様です。やばやば、気をつけて。はい。
入れねえんだよな、メガサワさん。ここの 2x4 1本奥が多分ね、もうネジ旅で折れちゃって下がっちゃってんすわ。まあね、屋外だからしょうがないっちゃしょうがないですけど、ひとまずとりあえず OK、 おっきな段差なくしてビス打ち直しできっとこは打ち直しして OK。分度器はまだこの角度が意識されてるんですよ、ね、でロック、要はこの上で一点砲止まるのはここやっぱ意識しなきゃダメだっていう、なんか全くできてないけど、その変な感覚が今降りてきた。休憩。チキショー、なんかもうちょっとなのに。わけで今日もテールロックを手に入れることはできませんでした。はあ、悔しいわ。もうちょっとって思ってるとこでできないんですよね。でもこれ多分一回できたらいきなりなんちゃなくできるようになってくるんですよ。それがスケボーっていうかさ。でもちょっと時間空くとまだ忘れるんですよ。いやー参ったなね。あの若い方々のどんどん伸びていくスケボーの楽しさもあると思うんですけど、メガサブさんのこの年代ね、年代って言っても古くからやってた人はやっぱそれなりにね、やっぱ基礎できてますからうまいですけど、メガサブさんみたいにね、初めてここ数年、ましてや数年と言いつつ途中ヘルニアでやってない時期あったり滑れない時期あったりっていうのもあったから、まあほぼほぼね、ほぼほぼというか、まあ、初心者には変わんない、一生初心者なんでしょう。いや悔しいわ。でもちょっと今日はもうさすがに今日決めてやると思って頑張ったんですけど無理でしたわ。膝の内側外側つってるなわけで、
これね、一本の動画にするか何本かの動画にするか悩んでるんですけど、ね、これはここで一回切るか。そんでこんつにのやつもうバッチリ決めるように頑張るわ。はい、んなわけで、さあ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 、いい加減にテールロック決めましょうね、完結させましょう今日で。よし、長ピンになって気合い入れるよ。本日もタイムアップが近づいてきてしまったのでございます。もうちょっとなんだけどな、このねテールロックだけでね1年とか10レベルでできないから、要は動画何本になっちゃうのなんですけど、とりあえず前編後編で終わらせたいので、テールロックの動画はこれが最後になると思います。もうちょっとだったねーで終わりだけどさ、あー悔しい。でもだいぶねなんか感覚分かってきたんで、ちょっとしたきっかけでピョッとできっと思うんで、まあ皆様次もしミニランプの動画が上がるときはメガサブさん多分テールロックできてると思いますよ多分ね。なわけで今日はもうちょっとタイムアップなんで、あと10回だけやって終わりたいと思います。昨日一発危なかった。なわけでもう何も言うことないとできてねえんだから、まあ先ほども言いましたが次のミニランプの
動画の時はできていることを祈っておいてください。そんなわけで、こんな50歳の親父がなかなかメイクまでいきませんが、とにかくできそうなことにはチャレンジしていく、そんなメガソク TV、 好きなことを勝手にやってるチャンネルですが、もしよろしかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願い申し上げます。ご視聴ありがとうございました。では。